じゃあ、ここからの話はね、カットする話なんで、載せないバージョンね。載せないオッケー。バージョンでもうこれは載せないんでね、確実に。じゃあ、まずは、あれだよ。まあ、テーマ決まってねえって。みんなが、こう、思う、嫌いな人から言えばさ、なんとなくそれっぽい感じになるんじゃね？芸能人ってこと？芸能人じゃ面白くないよね。あ、芸能人でも面白いの？面白いかな。芸能人で嫌いな人って普通にいるよね。誰苦手？結局そういうやつの見ないくなってるから、だよね。ポンと思いつかないんだよね。もう、しかも俺テレビとかじゃなくて、もうサイトで見ちゃったりしてるサから、イトで見てるか。もうチャンネル回してて CM とかでつい目に入るみたいな状況にないから、俺もだ誰から嫌いだっけ？ CM とかのさ、知らねえんだよな。そうなんだよ。あ、本当そうに。か。芸能人はじゃあもう、サイトで見ると。そうね。俺が紹介したサイト、この人見てるから、多分俺の見てるものだいぶ被りはあるよね。そうなんだよね。テレビっていうメディアがもう死んできてるわけだね。そうだね。そう詰めだ込まね。れたやつしか見なくなった。あとは必要なやつはググって YouTube とかで見たりするし。あ、なるほど。嫌いな芸能人っていうのは、じゃあ、だって芸能人でい嫌や、いなのっいてるよ。ね。いるけど、和田アキ子とかね。ああ、そうだね。和田アキ子嫌いなの？嫌い。なんか、大物感出すじゃん。まあ、本物なんだろうけど。なんだとは思うごけ意ど。見番みたいなね。あ、はい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 。全くためにならねえ助言をするご意見番だけども。あれはメディアが祭り上げちゃった部分もあるんじゃないの？ あれ、どうやってああなんだろうね。調子乗ってくんじゃねえの、周りが。そうだよ。へこへこし始めたら。なんか和田アキ子に呼ばれたら絶対行かなきゃいけないみたいな空気も作っちゃってるでしょ、もう。出来上がっちゃってるもんね。なんか、YOSHIKI とかが、あれなんでしょう。和田アキ子っちのテーブルとか、ひっくり返したんでしょう。マジで？ヨシキってあのヨシキ？あの YOSHIKI。X のヨシキ？なんかね、なんか、パーティーかなんかに呼ばれて、サングラス外さなくて、外せって言われたので、あんまりしつこく言うもんだから、怒り狂って、大理石のテーブルか何かひっくり返したんですよ。うーわー、ヘビーなことするなめちゃめちゃ強いらしいよ。強いっていうか、もー。う、切れたら何するかわかんない意味で強いのかわかんないけど。それあれじゃないの、いじめられっ子特有のスキルなんじゃないの？切れたら何するか分かりませんみたいな。ガクトも強い強いって言われてんじゃん。ガクトも切れるのは抑えたっていう。あいつを切れさせちゃまずいってことで抑えたとかいう話もあるくらい。ヨシキって何？病弱な割には喧嘩強いとかいうわけのわからないキャラクターなの？噂だから全然わかんないけど、布袋とかもボコボコにされたとかあるよね。ヨシキ布か袋ら？は弱いでしょ。布袋は弱いね。保坂から絶煽ら対れほ。て、警備員かなんか、なんかつけるからね。そんな話あったんだ。何？保坂から煽られてて何？ほら、嫁、保坂の嫁、高岡早紀か。あったな。あれと、なんか、ああ。ちょっと、キスしたとかいう写で、真撮火られ遊たびよ。だ、みたいなこと言って、保坂ぶち切れて。ああ、そういう流れもあったんだ。それが、布袋さんの話で、ヨシキが、布袋さんをボコボコにした？そういう話もあるらしい。それもわかんすねえごよ。いね。ソースは兄ちゃんですから。ソースは兄ちゃんってなんかうまい。今の一言で信憑性がどんだけ下がったかね。ドンドン引きだよね、今。なんだよ、みたいな。もしかしたらみたいな匂いがあるよね、ソースは兄ちゃんっていう言葉には。芸能界喧嘩最強みたいなさ、コンビニとかに売ってるやつとか俺持ってんだけど、大好あきれだからさ、で、そういうの。そう、あれだと、うかじ。
はい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 。ね、ああ。宇梶隆史武史あれ隆史隆史。うん。隆史じゃないかな、多分。あの人が、うんうん。今んとこ一番っていう。あ、最強なんだ。さあ、あれ暴走族だったからだろ。昔の人たちとか、なんか、一線退いたおじさんっていうよりも、じじい見てない人の名前とかだと、いろいろ上がっていくんだけど、うんうんうん、ただ、芸能界でまだ本当に喧嘩とかして、最強だろうなって言われてるのは、うかじって書いてあった。みんな口を揃えてうかじって言うって。なんかそれ、あれじゃないの？イメージが先行してるだけっていうことはないのかな？どうなんだろう、実際強いんじゃない？ 180 ちょいぐらいあるでしょ。そうそう、でかいでかい。イヌックスぐらいあるでしょ。あるね。180イヌックスぐらいはあるでしょ。あるんじゃない、そんな。180イヌックス。ああ、びっくりした。はい、なんだ、どうした。あ、こんな時にアメンバー申請してくるか。びっくりした。俺ね、俺ね。そう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 。わあ、びっくりした。誰かと思ったよ。うん、する。丸したよ。あ、で、アメンバーになりますよ。じゃあ、今からね。ちょっと待ってください。はい。一言メッセージ、何がいい？いらねえ、何にもいらねえ。全角100文字以内って書いてある。いらない、何にもいらない。じゃあ、俺の3サイズ教えておこうか。あまり興味がないんだけど。あ、じゃあ、わかった。そのまま無言で。ちなみにね、認証ナンバーは65188。今ここで言ってもしょうがないけど。なんだよ、認証ナンバーって。あれ？認証ナンバー。ほら、なんだ。アメンバーになるとあるんだっけ？違う違う、お前が解除っていうか、なしにしてないだけ。あー、そういうのもあるんだ。うん。オリオさんは設定してかわかんないけど。俺は特にそれ、うん。うん、じゃあ、設定してないんだったら、ありになってんじゃねえかな、わかんないけど。なんかね、メッセージ入れないで送ろうとしたら、メッセージに入力してくださいって黄色いアメーバ坊やから怒られたんだけど。あーでいいよ、あーで。あ。で、いいよ。よし。これで、71166。よし、これでいけ。ゴーン、ドーン。はい、行きまして、アメンバーの申請しましたよ。あの人、アメンバー書くのかね、あの犬っていう。うん、書かないよ。書かないよ。一切書かないよ。なんかで賞取ったらな、出したいけど。コラム書いてよ、早く。とりあえず、これ、今書いた小説をとりあえず出すから。え、どこに出すの？ヨトクニック。うん。どこに出すの？あれね、なんか、あんだよ。イヌクスさんが承認した人12人の中に清岡さんって人がいるんだけど、この人、そいつはね、そいつはクソだね。認めたの？承認したのに？あ、やべえ、これ使われんでしょ。いや、これほらブラックファイルだから。やべえ、さっきのねえ、ブラックファイルだから。この人はうん、クソなんでしょ。ネットでいろんな人と出会って付き合って別れたっていうことを平然と言う人。じゃあまあ、そのクソの流れのまま垂れ流しでいいんじゃない？垂れ流しだね、これはね。そう、それは言ったら本当に相手が恋愛だと思ってたら傷つくだろっていつも思うんだけど、平気で言うんだよ。一応じゃあアメンバーとしては承認したんだ。それを知る前ね、大昔ね。あ、外せなくなっちゃったのね。なんか外したらさ、なんかあれでしょ。なんかね、角立つ。わかるわ。角立つそうだね。アメンバーとか、だからあんまり好きじゃないのよ。はい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 。いざね、なんかこう、立ち行かなくなった時に。綺麗なもんよ、メタウなんて本当に。え、自分から認めたメンバーとかいないの？あ、いるよね。メンバーはメタウは、メタウに関しては一人もいない。あ、そうなんだ。ダブルメタオは読者登録ゼロはメンバーゼロだし、へぇ、ナウもこっちから何にもしてねえし、あらららら、気持ちいいよね。だからちょっとじゃあこの気になるクソの清香さんをちょっ
ちょっと見に行ってみようかね。クソとか言う。声出して読んだ方がいいよ。じゃあ、どこから読む？あの、プロフィールから読もうか。なんて声出して読む必要があるんだ。ネットで出会っては、ネット別れを繰り返している私、清香で。清香って名前どうなってね、誕生日がむっちり肉の日。もうむっちり肉の日。な、どういうこと？もう言葉からしてこう男を誘うような。6月29日ってことかな。ああ、6月。もう途中から自分の画像どんどん上げ出したから、もうそれ目的なんだって。ああ、もう男を漁りたいんだ。そうそう、最初全然そんな感じじゃなかったのに。何歳の人それ？それな、38とかぐらいだったと思うけどな。いや、楽しくなってきたんでしょ？写真からはね、わかんないね。写真からは。年齢はわかんない。楽しくなってきたんだと思う、確かに。ボイス追加とか書いてあるけど、何この人声出してんの？アニメ声とかだったら聞けるな。俺もう全然見てねえからわかんないけど、あれ、長男とか子供いるぞ。子供いる。で、旦那いないんじゃないかな、確か。うわぁ、なんだ、ビッチか。そう。これビッチに関してちょっと、テーマ進めていかねえか。あ、ビッチで行く？ビッチで話す？いいよ、ビッチ。ビッチだよ。ビッチだよ、その人は。ビッチってあり？ビッチ、俺はあり。俺ね、ほんとさ、さっきのペタとかの話もそうだけど、うんうんうん、あんまね、否定に回んなくなってきたね。ああ。ここ10年ぐらい。もう全部ありのような気がして。悟り開いちゃって、俺。どんだけ仙人ですか。だから、ないっていう気持ちもわかるけど、ありっていう気持ちもわかるっていう感じになっちゃうの、どうしても。はい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 。この清香さんのとこ、とりあえずペタ残しとくよ、俺。ない、ちょっと。清香となんかあるんじゃねえだろ。清香さんやめてくれよ。なんか1ヶ月後ぐらいにアメンバーとかになってんのやめてよ。あ、わかった。そうやってね、その時うまくいったら。そうそう。うまくいったらなんか、そうだな。ブログのタイトルは何にしてもらおうかな。うまくいきましたって。美味しかったです。美味しく焼きましたね。むっちり肉美味しく焼きました。やめとこ、ごめん。ふざけすぎた。これが本当に、ないとは 100% 言い切れねえところが怖いよな、ネットって。怖いよね。それもそうだな。本当に。ね、なんなんだろう。ビッチはまあ確かにありだよ、俺の中では。ビッチなしだな。知り合いっていうレベルだったらありかな。あ、そうね。自分はあるわ。あ、お、なんか、そいつ個人の思考で、違う違う、付き合ったこともある程度よ。そこなんだよね。そこは、それだったら、ないな。多分ダメ、俺。何を元にないと言えるのでしょうか、それ。なんだろうね、その、あ、俺と付き合ってる時にも、ビッチで居続けるってこと？それは。そうね、やっぱりビッチ。ずーっと男あさりをするってこと？そう、アバがずれてると考えてよろしいでしょう、そこは。アバがずれてんだ。アバがずれてんの、それずーっとやられたらやっぱやだなぁ。やっぱりさ、その、まあ自分勝手な言い方だけど、その、何？一人、でいてほしい、一人でいてほしいっていうか、俺だけで満足しててほしいって思っちゃうからかな。はいはい、はい、いや、それはさ、だってさ、ヤンデレと一緒でしょ。ああ、要するにこっちがちょっとうまくいかなかったら、うんうんうん、もう他でスッキリしちゃうみたいな。はい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 。ビッチってそういうことでしょ、結局。もっと結論付けちゃったよ。ビッチイコールヤンデレ。ヤンデレっていうか、まあヤンデレはまた別の意味だけど、もうそっちで注意引きたいだけだけど、うんうん、あいつらはもっとバカだからね、うんうん、結局そういうことじゃないの。それはさ、じゃあ
ビッチはビッチで片付けちゃってるけど、うんうん、ビッチにもやっぱり種類があるわけでしょ。はいはいはい。うん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 。なんだろうな。今はこの時しか遊べねえから、かっこいい人だけととか、それとも何本も見たいからみたいな。容姿と関係なく、とりあえず手の届くものはすべてっていうバージョンと、あとは推しに弱くて結果ビッチみたいな人もいるわけでしょ当然。あ、そうか、うん、そういうビッチもいるのか。いるか。あ、なんだろう、最後のこのそれはありだなみたいな感じの。ちょっと今負けちゃった今。最初の2種類大嫌いなんだけど、最後の1種類だけすげえそれはいいみたいな感じになった。どうなの、俺ありとは言わないけど。あー、なんかね、ビッチって多分ね、男の観点で性を見てる人な気がする。前の2人は、最後の1人は推しに弱いっていうのはどうかわかんないけど、何本も見たいとかさ、何人にも抱かれたいって考えるビッチは男目線の性欲じゃない。でも女の人でも絶対それはいると思うんだよね。あー、なんかこう男ってさ、こう浮気はしないけど、あの女は好きっていう人いるじゃない。いるね。多分そういう人ばっかりだと思うんだけど、あの大半を占めてるだろうね多分ね。キャバクラにが、キャバクラが流行るのも多分そういう理由でしょ。風俗が流行るのも、うんうん、ちゃんとした特定の人はいるんだけど、別の女の人も味わいたいみたいな気分があって、その風俗だったりキャバクラだったりがあると俺は思ってるんだけど、そのそれと一緒なんじゃねえかなと思うんだよね、ビッチってね。その一人の特定の人はいるんだけど、性欲ってっていう観点で、興味本位で、ほんと興味本位で他人様のチンコが見たいとか抱かれてみたいとか、うんうん、いう興味を持った人がビッチなんじゃねえかなって気はするんだな。どうなの、じゃあ付き合うとかじゃなくて、うんうんうん、そこのビッチの人と一晩過ごすっていう観点から考えたらどうなの。あ、それ全然俺はありよ。なんで急にありになってきたのよ。ありです。おかしいだろ、それ。え、それはありでしょ。じゃあ、ビッチの一番怖いところは、こっちが本気になった時に浮気されるパターンでしょ。あ、そうそうそう、それが一番怖いんだよね。それ、だから、ちゃんと付き合うっていう前提が崩れたら、もう全然ありだよ。あ、さっきのやつにもう一個付け出すけどさ、うんうんうん、熱しやすいがゆえに、結果ビッチっていうのはどうよ。あー、どっちにしろ嫌だよ。恋大きいっていうことね。そう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 、そう。惚れやすいがゆえに。あー、でもまあ、そういう人を好きになっちゃったら嫌だけど、嫌だけどしょうがないのかな。まあだから、なんだろうね、その、ビッチの人がさ、自分の、プライベートにまで食い込んでくるのは嫌だけど、知り合いとしている分には別に全然俺は平気なわけよ。まあね、そうだね。じゃあさ、ちょっと視点を変えてみよう。はいよ。君たち二人が、おう、ビビるほどのイケメンで、ビビるほどのイケメンで、特会引っかえ可能と。あ、じゃあ俺、あの、岡田准一で顔お願いしますわ。そうそう。うん。岡潤。岡潤。岡田准一と潤二でいいや、じゃあ。はい、しようよ。高田純次ね。違くなったけど。全然イケメンじゃないか。そしたら、どうよ。どうする君たちは。どうする、うん、イケメンだったらどうするか。ん、別に、どうだろう。あ、なんかするかな。今と変わらないかい。今と変わらないかい。今の君と変わらないかい。変わらないね。多分変わっちゃう。じゃあビッチも認めちゃうしかないんじゃないの、そこは。俺変わんないわ、俺絶対。ああ、俺ね、俺は多分変わっちゃうんだな。あの、行動が自分がイケメンだから変わるっていうんじゃなくて、うん、今の俺に対する対応じゃない対応を岡田准一に求めてくると思うんだよ、周りの人がね。はいはい、
そうすると、そういう対応をされると、俺も変わらざるを得ないじゃない。今と同じとは言い切れないんだよね、そこで。なるほど。対応は変えていかなきゃいけないっていうか、変わらざるを得ないと思うから、もしかしたらその中に、私、岡田准一に抱かれたいわっていう女の人もいるかもしれない。オリジュンはそう思うわけね。オリジュンはそう思うね。犬順はどうですか？犬順はもう自分がイケメンになっちゃうと、この自分の中のナルシストのコップがね、カラカラなの。あ、これをもういい服着たりね、もういろんなことをしてそこを埋めたいの、はい、そうなってくると超絶美女じゃねえとちょっと付き合えねえわって感じ。おお、逆に下水こと言い始めたけどあのね、俺はそれでダメなこと言い始めたけど、自分でこれは最低だなと思うのは、一回自分は全然かっこよくもないにもかかわらずある女の人とデートした時に、あ、彼女だって思われたくねえなって思ったことがあるの一緒に歩いてる時に、はいはい、それがね、今でも俺ね、俺感覚としてあると思う、自分の中に。今はもうないって思ってるけど、うん、あ、じゃあ思っちゃうかな。あー、でもなんだろうね、その感覚。隣に綺麗な女の人いたら、なんか鼻たけみたいな感じでしょ、逆に言うと。どういうことか、うん、違うの。いい女をはべらせたいっていうあれかな。いい車に乗ってるんだぜ俺みたいな時に。そのさ、俺車がいいっていう感覚が分かんないんだけど、やっぱ同じ感じなのかな、うん、多分ほら、あのスバルの K に乗ってる人と、うん、ランボルギーニに乗ってる人は、それは極端すぎねえか結局そういうことだと思うよ。まあそうだけど、うん、だ、自分がそのね、言葉は悪いけど、そこそこのさ、一般女子の方とお付き合いしてるときに、隣にね、ユニバーサルなんたらかんたらみたいな感じのゴージャスな女の人が普通に座ってたとしたら、そりゃ多少引け目はみたいなのは彼女の方が持つかもしれないしね。あ、私あんな美人さんにはなれないみたいなのもあるかもしれないし。なるほど、うん、じゃあまとめると2人ともビッチはありってことでいいですね。めんどくさくなったの。いや、なんかね、ありだと思うんだ俺は。いや、ビッチは、うん、付き合うレベルではない。付き合いたくないけど、はなしなんだ。だってビッチとして知ってたら付き合わない、付き合うに至らないわけでしょ。みんなビッチと知らずに付き合うから、結果的にあの人ビッチだったなみたいなことになるわけでしょ。うん、意見的にはそれでやっぱりビッチはやだに落ち着くわけだよね。あ、なるほど。そう、もうトラウマになっちゃうわけだからね。そう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 。ただまあでもあれじゃない？セフレとして付き合うぐらいならビッチはいいんじゃないの、ちょうど。なんで黙っちゃうの、そこでね。なんかまた、粘っこいのが来たなと思って。なんだよ。俺なんかどんどんゲスくなっていくのはやばいなって思いながらついてこいよ。じゃあオリオさんが粘っこくなる、またちょっと違う話に変えちゃって。あ、じゃあ違う話に変える前にちょっと一回このファイル閉じるわ。23分でした。うん、じゃあまた次のファイルで。